はい、トモです。こんばんは、本日はドリームコレクション来ましたね。というわけで、まあ最近ですね、オンライン全然勝てないです。もうオンラインが勝てなくてすごい、自分としてはね悲しいんですけども、スパスタ2なのに何言ってんだというとこかもしれないですが、見ますか、見ましょうか。はい、こちらもうちょっと恥ずかしいですよね。はい、46.9% 勝率、そしてスパスタ2って言ってもこの超ギリギリのスパスタ2ですね。もうこれ以上やると多分僕1に落ちて、でシーズン変わっちゃうとスパスタからスタートできなくなるので、もうここで止めてます。はい、夢玉勝利報酬全く回収できません。はい、そしてライト杯、そしてプロ杯、はい、もうプロ杯なんてね、ロベルト取ろうと思って始めてみたら、ね、今ちょっと赤い緑赤赤緑だったと思うんですけど、最初1勝して、あるしもう1勝でロベルトだなと思ったら2連敗して、ああって言ってもなんとか1勝できたので、もうここでやめてます。はい、そしてライト杯ね、順調にスタートしてたんですよ。3連勝でで負け引き分けみたいな、でしかも引き分けの時はもう先制されて、最後の後半ギリギリでやっと追いついて延長で、はい、引き分けでしたという感じでした。というわけでね、まあちょっと、まあもちろん何が足りないか分かってます、僕は。はい、数値チェックいろいろやってますので、どういうキャラがね、いれば自分のデッキが強くなるのかっていうのはね、よく分かってます。そして今回来たドリームコレクションになんと僕のデッキを強くできそうなキャラクターがなんといます。さあ、それは誰なのかというとこなんですが、カリューサス、違いますね、カルツですね。はい、カルツです。でオチャドも違いますね。でシュミットも力の方ではないですね、技の方だったらまだワンチャン強くなる可能性ありましたけども。はい、というわけで今回はこの4分の1のカルツ、ピックアップの4分の1のカルツ狙いで、ちょっと夢玉は申し訳ないですが、今200個なんとか1万円使って買ってきましたけれども、そちらしかないので、もう40連勝負でいきたいなと思います。ただ僕はもう強くなりたいので、このタイミングでぜひカルツを仕留めたい。でカルツが初めて出てきた時に、なんでトマさん引いてないのっていう話なんですけど、ちょっとその近辺でですね、 Z 林を追いすぎまして、実は知らない方はですね、ぜひ過去の動画、多分今リンクとか出してると思うんで見ていただきたいんですけど、ちょっと Z 林に魂かけすぎましてですね、はい、しばらくガチャができないというような状況が発生しておりました。はい、でまあ、別にね、毎月そんなたくさんガチャできるわけではないんですけども、今回も、ね、200個しかね、ちょっと、はい、予算的に厳しかったので、まあ給料日前と、ね、いうこともありますから、はい、というわけで、カルツ狙いで40連で頑張って出したいなと思います。はい、これで出ないと僕のデッキ全く強化されないまま、はい、このまま、はい、もうオンラインで多分勝率変わることなく今シーズン過ごすことになるんじゃないかなとは思ってますけども、やっていきましょう。絶対出したいカルツ、いきます。最初の10連目お願いします。もうカルツが出たら夢玉は取っときます。1,2,3,4,5、熱い、いきなり5は熱いですよね、熱いですよね、ですよね。おっと、緑だけど赤文字、これあんま赤文字関係ない、全員揃った、まだわかんない、どうですか。あ、いそう、今ちょっとねチラッと赤いの見えたら変わるんですよね、多分不具合かなんかだと思いますけど、来た、頼む、ピックアップ、最後カルツ、頼む、カルツ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 、おー、いいかわ、ここで薄い、ちょっとこれ薄くないっすかね。井川くん今ニュー出ましたけど、これユニフォーム違いで持ってますから、僕の場合は3周年のねユニフォームで持ってますので、まあトッツとかね、まあ、できますので、はい、この辺は非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ井川持ってない方だったらね、
欲しい方もいるかもしれないですし、まあ、絆 4% なんでね、非常に優秀なキャラクターには変わりないかなと思います。はい、カルツ狙っていきましょう。なんとかカルツを仕留めたい。お願いします。魂はかけれないですけども200個しかないんで、いきます。お願いします。カルツ頼む。今調子いい。ピックアップではなかったけどドリコレは引けてる。お、チャンス金1、2、3、4、5。いやー、気合い入れると変わるな。気合い入れると変わる。お願いします、お願いします。これはあるでしょう。はい、禁酒はありがとうございます。そしてカルツお願いします。カルツお願いします。ありがとうございます。女の子何個？1個。大丈夫、1個でもいる、1個でもいる。カルツいる、頼む。カルツ、ゴンちゃん。ゴンちゃんはね、ドリームポットでも出るからね、このゴンちゃんはね。できればドリコレのゴンちゃんだったら もちろん嬉しかった。まあ、あのちょっと多分デッキにはまんないんですけど、はい、あのプレッシャーっていうあの特技があってこの特技そこそこ、はい、今なんか見直されてますのでね、いいんじゃないでしょうか。あ、割れた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 、いやー割れたけど石崎あのこの石崎も今ニュー出てきましたけど持ってますからね、あの背景違い持ってますからね、ガムシャラパス、はい、が多分持ってるよね、はい、持ってます、はい、いやーマジっすか。2枚抜きしたね、はい、どうなんだろう。いやーなんかすごい、もう運が立ち込めてきたぞ。いいんです、40連でも4回連続で SSR 引っ掛けていけばいいだけなんで、お願いします。カルツに合わせてるからね、はい、今のところ3枚も出てるんでめちゃくちゃ確率いい、確率はいいよ。まああとはピックアップに引っ掛けるだけ、お願いします。と頼む頼む。おー、チャンスチャンス金2羽でも、チャンスでもう2羽飛んだだったらもう結構これは 80% の信頼度、 80% 信頼度 80% お願いします。もう一回お願いします。緑ちょっと弱い、緑は弱いよ。あー、かけたー、かけたよ、くそー、マジっすかー。うわー、最後の10連になってしまった。いや無理、今回無理か。さすがにカルツここしかないよね、カルツ狙うとしたら。いやーこれ頼むよ。今のところ30連して3枚なので 10% で SSR は出てるということになります。まあ確率通りに収束してくるのであれば次は出ないですよね、普通は。ただそれはもう長く続けていった時の確率の収束であるわけですから、はい、そこはあの覆していけばいいということですよね。わかりました、覆していきましょう。ガチャります、ガチャる、ガチャる、頼む。強い強い欲、1、1、1、2。あ、ダメだ、ダメか。チャンス帯で2話でもダメだったからな。これは信頼度的には 10% もないかな、 10% もないかな。頼む。うわー、終わったー。